まだ。山崎さん、我が名は名獣人バーサーカー一族が王グルームドッグライダー。この女は我が花嫁としてただいま。でも彼女が好きなのはあいつじゃなくて愛しの魔法使い様マジレットの方だっつう喜劇。いや喜劇か。辛いよね。マストピアの掟で変身してるのが自分だって言えないのかな。なんのなんの。だったらレッドじゃなくオズカイとしてかっこいいとこ見せないんだ。ところで最近どうなの。え、愛しの魔法使い様と。何いきなりどうって言われても何もないよ。あるわけないじゃん。あれっきり姿も見てないし。山崎さん、え、次の試合も俺がゴール決めて試合に勝ったら愛しの魔法使い様じゃなくて俺を一番にしてくれないかな。決勝ゴール決めたからって調子乗っちゃって、さっきのゴールだってまぐれでしょ。言ったな。考えとく。名人。照明獣リビングソード、地上の人間どもを一人残らず抹殺するのだ。あそこ逃げるんだ。邪魔だ。どけこそ。おお、近くで見ればますます美しい。惚れた。何？決まりだ。お前は我が花嫁となるんだ。ふざけるな。山崎さんを放せ。今なら山崎さんから見えない。だが君たちはやられ、山崎君はインフェルシアに連れ去られた。光先生、インフェルシアの生き方教えてくれよ。待ってかい。助けに行かないと。山崎さんが。はい。山崎さんが。落ち着け。でも山崎さんを花嫁にするって
何考えてやがるんだ。相手はバーサーカーの王、こいつはまずいな。グルーム、我は地上の人間ども根こそぎ抹殺せよと命令したはずよ。それがよりにもよって人間の女に惚れたですって。結婚、何それ、非常に不愉快。ところがメイリー様、素敵なことが分かりましたの。名獣人バーサーカーはインフェルシアでも一二を争う凶悪な戦闘民族。その一族老頭の魂は死してなお戦いを求め、死霊となって王の鎧に取り付き続けている。そして言い伝えによると、バーサーカーの王が純粋な心を持つ人間の女性と結婚すると、鎧に取り付いた全ての死霊どもがこの世に解き放たれ、不死身の最強軍団が誕生するんだって。何としてもこの結婚を阻止しなければならない。だからどうやったらインフェルシアに行けるんだよ。にゃ、まずマジトピアに行くんだにゃ。マジトピアに？確かどこにでも連れてってくれる馬がいるって聞いたことあると。馬じゃない、一攫せいばユニゴロンだ。全く余計なことを。マジトピアならトラベリオンで行けるよな先生。残念だがそれは罰だね。マジトピアは人間が行ってはいけない禁断の聖地なんだ。そんなこと言ってる場合かよ。それが掟だ。僕がマジトピアに連れて行くことはできない。先生、ゴールルジュナ。マジチケットだ。穴が開いてるってことは、バーサーカー一族の王であるこの俺がこれほど愛しているのに、なぜ受け入れる。ダメね。そんなことじゃ女性の心はつかめませんよ。花嫁にはまず素敵なドレスを着せてあげなくては。寝る寝だ。そしてもう一つ、指輪もないとね。マジトピア、ホーリーゴーリーラー。ここが天空聖界マジトピア。すっげえ。マジトピアは無数のエレメントが浮島のように集まって形成されている天上の楽園でございますです。皆様のお世話になっているエレメントの天空聖女たちもきっといるでございますですよ。あなたがグランジル、俺マグドレ。ブレイゼル、グランジェル、
オルジェだ。ザネフランケル、肝心のユニゴロンはどこにいるんだよ、マンボ。僕ちにもわからないでござりますです。取った人間の精気をエネルギーにして人の心を自由に操るという魔導アイテム、不屈の指輪。その指輪があればあの女の心は俺のものだ。返せ。どうは行くか。は変形変身オールゴール、オルディーロ。あっは輝く太陽のエレメント、円空勇者マジシャイン。もしかしてアリが、ここは一体、天空聖者の御、天空大聖者マジエルが住まわれる天空の神殿リン。ここは人間が来てはいけない禁断の聖域なのに。でもまあ、あなたたちらしいけど。天空大聖者マジエル、お目通りを。若者どもよ。ゴールド、マジランプマスター。あ、仕上げといくよスモーキー。乗るなよてめえ。地上に生きる者たちで解決せねばならぬ。そのためにお前たちに魔法の力を授けておろうに。けど今の俺たちの力じゃインフェルシアに行けないんだ。山崎さんを助けられないんだよ、ね、頼むよユニゴロンを貸してくれ。俺どうしても山崎さんを助けに行きたいんだよ。どうにかユニゴロン
行くということは、お前一人で明獣の巣窟インフェルシアに乗り込むということじゃぞ。もし二度と帰ってくることができなかったとき、地上に現れた敵は一体どうするつもりでおるのじゃ。まさか僕に奥の手を使わせるとは。貴様そんなバカな。お前のすべきは地上の敵と戦うことじゃ。一時の感情で体を忘れるではない。もし甲斐が戻らないときは、その時は俺たちが戦います。ん、人には命を懸けてでも守るべきものがあります。そしてそれを守らなければならない時があるはずです。それが今なんです。だから行かせてあげてください。お願いします。兄ちゃん、姉ちゃん。親が親なら子も子じゃの。5年前戦士ブレイジルは掟を破って家族の住む地上界を守るためにインフェルシアに乗り込んだ。今お前がやろうとしておるように。父さんが。私は通った。もしこのままブレイジルが戻らなければどうするつもりかと。その時は私が戦います。力を持たぬ人間に何はできる。力はあります。私たちの力は、私たちの武器は勇気。あふれる勇気は必ず魔法に変わるはず。魔法使いとなって戦うというのか。私は天空聖者ブレイジェルの妻。勇気なら誰にも負けない。母さんがそんなことを。お父さんもお母さんも私たちと同じだったんだ。ああ、こんなに心強いことってあるか。なんかこう心の奥から勇気がどんどん溢れてくる感じ。よし、俺は行くぜ。絶対山崎さんを助けて帰ってくる。ブレイジェルの相棒だった。ブレイジェルがいなくなってからは誰にも懐かなかったの。会の中にブレイジェルを見たのかもしれない。勝手にどこへでも行くわよ。ありがとう天空大聖者様。よし、カイちゃんってば、白馬の王子様みたい。囚われのお姫様、連れ戻してこなかったら承知しねえぞ。私たち兄弟、離れていても心は一つだよ。だから必ず帰ってこい。ああ、よし、気合い入れて頑張ってこい。行ってくるぜ兄ちゃん、姉ちゃん。待っててくれ山崎さん。今助けに行くからな。お前が心から愛するのは誰だ。それはバーサーカーの王グルームド・ブライドン。私はグルーム様を愛しています。これで間もなく不死身の狩猟軍団も俺のものに。
花嫁入場。それではいよいよ最後の儀式、さあ誓いのキスを。来たあふれる勇気は必ず魔法に変わる。オーザウル・ザザード、人を助けるまで俺の勇気は、俺の魔法は止まらないんだ。やはり倒すには惜しい力、今は好きにさせてやる。さあ、魔法の力を、魔法兵士、マジマジマジヒーロー。
魔人グリーン。宇宙区風のエレメント、桃色の魔法使い、マジピンク、アユタウ水のエレメント、青の魔法使い、マジブルー。走る、イカ筒のエレメント、黄色の魔法使い、マジイエロー。燃える炎のエレメント、赤の魔法使い、マジレッド。姉ちゃん、行くぜ。ジーマジカ、グリーンスピンキック、グリーングランド、トルネード、ディック・ボーガン、ボーリング・イエロー・サンダー。ちょろいぜ。マジカル・クロブ、マジカル・ショータイムの始まりよ。マジカル・
マジシャインただいま参上。一度やられたくせに偉そうだね。モーキーなんちゃってユニゴロン。これはそれがユニゴルオンの本当の姿さ。はっ、ああいいかいみんな、今日の授業を始めよう。よし、いそうユニゴルオン。マジマジジルマジンガ。はい、マジマジジルマジンガ。光と炎が一つとなりて聖なる魔人今現れる。天空合体セイントカイザーオンランサちゃん、姉ちゃん。よっしゃみんな、マジカルショータイムだ。魔法円形ゴーゴーゴーディオ。リモートライナーゴー。カモン、はい、魔法満点だ。子供たちは立派に成長しておるぞ、戦士ブレイジェルよ。さて、地上界の者たちに素敵な魔法を送るとしよう。それぞれの者に勇気と力を与えよう。どうした？結局山崎さんの前でかっこいいのはマジレッドばっかじゃん。ああ、うんうん、お疲れ様。ゴール決められなかった。あの時決めたじゃない。うん、なんか言った？教えてあげない。ちょっと、待ってよ。お、なんだあの二人。あれね、なんかいい感じじゃん。それにしても追いかけっこだなんて。見てるこっちが恥ずかしいぜ。それが青春というものさ。あ、
よ。やったな。待て、終わった。魔法、それは聖なる力。魔法、それは未知への冒険。魔法、そしてそれは勇気の証。俺様の出番あれだけかよ。気持ちいい。出番が少なくていじけてるんでございますですか。やめんなよ。なんで俺様が。じゃあ気持ちいいはほっといて、映画を見ている皆様も一緒に歌って踊る。